久保さん、今回は、無限に動画を量産する方法にしましょうか。無限に動画を量産する方法。まあ単純に感じたことを話すっていうね。<laughs> 多分いろいろ感じることあると思うんですよ。国の、まあ今の、あの、例えば、緊急,せん緊急事態宣言が遅かった、早かった、GoTo トラベルがどうだった、どうじゃない。 あの、まあ、そういう感じることっていろいろあると思うんですよね。ニュースを見ているとか、なんだろうな、人の動画を見るとか、なんか何か雑誌を見るとか、映画を見に行くとか、なんかそこで感じたこと、歩いてたら、今日は大雪ですっていうね。<laughs> やばいです、みたいなね。ま、あいろんな感じることってあると思うんですよ。人間は感情の生き物なんで。 だからその感じた、感じたことを感じたままで終わらせていたらお金にはならないですよ。って話で話して。だからこれをお金稼ぎたいんだったら感じたことをもうとにかくアウトプットしていくっていうことがまあいいんじゃないかなと。久保さんと僕なんかまあまさにそんな感じですよね。手持ちのカードが無限にあるんですよ。なんでかっていうと感じるものがいっぱいあってそれを出せるからです。うん。手持ちのカードめっちゃありますね。だって日々なんか感じてるじゃないですか。いってらっしゃい。